せっかく一回しか人生ないんだから、うん、いろんな経験がしたくて、うん、なんかそっから見えてくるものとかもあるし、うん、自分が知らない世界とかも見えてくるし、うん、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。こう、リョウタさん目の前になんか言いづらいかもしれないんですけど、こう、バーレスクにいるがゆえに大変なこととか、これマジ勘弁してよみたいなものとかもあれば。めっちゃ言いづらそうだよ。全然。え、そもそも仲いいんですか、女の子同士。なんか、勝手なイメージですけど、はい、女の子がグループになると、はいはい、まあ、よく、アイドルとかもなんとなく想像でめっちゃドロドロしたなんか誰がセンターに立つとかそういうのもなんかすごい大変そうなイメージなんですけど、ワーレスクとかでもやっぱりそういうのっていっぱいあるもんなんですか。まあ、あの根本的にまあみんな仲はいいですね。仲はいい中でまあそのそういう仕事の中でまあいろいろ悩みとかはあったりとか、うん、まあセンター行けないから。まあ、落ち込んだりとかはあるけど、うん、またかといって仲いい悪いはまた別物みたいな感じで、なんかその辺は悩みながら乗り越えていってる感じはして、で大前提に仲がいいっていうのはなんか伝統としてうまいこといきましたね。あるんですね、はい。でもそれこそそういうフェスとか、はい、まあ、ライブとかもでっかいとこやったりするじゃないですか。いわゆるミュージシャンとか目指してる人とかでもそこに立つのが夢になるぐらいの舞台だったりするじゃないですか。なんだかんだそこでセンターってめっちゃでかいことですよね。まあそうですよね。AKB みたいなもんですよね。AKB みたいな。そうそうそう。へえ。なんかそのセンター選ぶのとかはどういうふうに決めてるんですか。はい、まあ、まあ、まあそろそろこの子かなみたいなのとかは、まあ、運営のどっちかというとショーとかを、まあ、一緒に制作するようなコーラで、まあ、決めるんですけど、うん、まあ、そんな感じです。なんかバーレスクってそのチップ制度とかあるじゃないですか。でやっぱそれによって多くもらう人とこうそんなにもらえない人とかも出て、そのもらうのが得意な人とそうじゃなくて、はい、そういう差も出てきますよね。はいはいはい。じゃあ結構収入の差とかも結構人によってドーンと出たりするんですか。はい、あ、それは出ますね、やっぱり。じゃあ逆に言えば、頑張れば頑張っただけ、例えばその、はい、この人みたいになれれば、こんぐらい稼げるみたいな夢もやっぱそこにあったり。そうですね。いいっすね。そうなんですよ。だから曖昧じゃないからいいと思うんですよね。うん、僕らが決めたら曖昧じゃないですか。はいはいはい、なんかダンスが上手いからとか。はい、だからなんか、あ、いいですよね。そうですよね。リアルに直接。お客さんが、お客さんが給料ジャッジしてて。なんかこう、働いてた中で、こうやるともらいやすいとかいうテクニックとか。なんかちょっとこうするととかこういうポーズでいくとっていうそれぞれなんかちょっとこの1年で身につけたテクを1個ずつ教えてもらえるとすごい嬉しいなっていう普段こう徹底してることとかでもすごくなんかなんだろう、私途中人見知りがすごくて、はい、で、まあ、初めましての人に話しかけるのがすごく苦手なんですよ、はい、がなんかちょっとサボっちゃう時期とかがあって、はい、そのショーの前とかちょっとお客さんとコミュニケーション取れる時間があるんですけど、はい、その時間とかも本当はなんだろう、ちょっと一言声かけたり、うん、挨拶したりとかしに行くべきなんですけど、うん、ちょっとそれをサボるとやっぱり、うん、その先に声かけとくと自分の顔も名前も覚えてくれるから、うん、実際にショーに出てステージに出た時に見つけてくれるんですよ。はいはい、あ、さっき話した子だって、うんうんうん、認識してくれるから見てもくれるし、はい、その後のチップタイムとかも、はい、踊ってたねみたいな、うんうん、そうやっぱ見てくれてたから印象にも残って、うん、チップももらえることが多いんですけど、うんうん、それをサボっちゃうとやっぱ何も話してない、自分のことも認識されてない中で、うん、ステージにポンって出てもなんだろう、話した時よりも全然なんか目に入れてくれない、うん、見てくれなかったりとかがやっぱ多いから、うん、そこは大事だなって思って、うん、じゃあショーの関係ないとこで話しかけてくれてたあれもめっちゃ計算されてたよ
蒔絵だったんですね。めっちゃ食いついちゃうじゃないですか。なるほどなるほど。え、どうですか。え、でも本当に全く同じですね。だからそのショータイム前のお客さんの一声とかが蒔絵になると全然もうステージに立った時の目線がやっぱり全然違ったりとかしますね。へえ。で実際その最後こう挨拶に回る時とかそこでのコツとかもあるんですか。最後でももうどれだけショータイム中にもうファもうその人に向かってなんかもう感想じゃないですけどぶつけるかで最後ショータイム中に特にそのあれするっていうのはどういうあれ目線を合わせるとか目線合わせたりとか、うん、なんかそう踊りながらでもなんかファンサービスできるなんかもうハートをなんか送るだけでもアドリブですよね。それだけでもああみたいな感じでなんか示してくれたりするので、そういうのとかをたくさんするようには。へえ、もうこれいっぱい送る。もうこれいっぱい。これをこう飛ばしてこれにもめっちゃ計算されてるわけです。へえ、そうなんだ。でもやっぱじゃあ初めはやってても、だ思ったよりももらえねえなとか、こう思ってたのがだん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 もらえるようになってくる感じですか。へえ。え、じゃあ今そのキラキラみたいな、いわゆるそういう、あの平凡な日常から、そのすごいキラキラしたその日常に変わって、その先で今、その今、バーレスクにいながら見てる今夢というか目標というかで次のステージはどういったところなんですか。目標っていうか、なんだろう。それから例えばセンター出したいなのかいくらいくら稼ぎたいなのかこんなとこでライブしたいなのかまたまたはたまた違うことなのかリョータさんと付き合いたいとかなのか、どういうところを見てんのかなっていう、なんかだってよほど挑戦する気持ちがないと、はい、なかなかバーレスクでステージに立とうと思わないじゃないですか。そうですね。だからその今モチベーションっていうのが、初めはやっぱなんかステージに立つの憧れってわかるんですけど、うん、はい、そこに1年いた上でまだね、辞めようとしてなくて、そこにいるってことは何を目指してやってるのかなっていう。なんか一個は、なんだろう、なんかを目指してるとかじゃないんですけど、でもここにいないとできなかったこととか、経験とかは、うん、まあ、今までもたくさんいろんなことをさせてもらってるんですけど、うん、そうなんかせっかくなんか一回しか人生ないんだから、うん、いろんな経験がしたくて、うん、なんかそっから見えてくるものとかもあるし、うん、自分が知らない世界とかも見えてくるし、うん、そうだからそうなんかその経験をできるように、うんうん、なんか今できることを頑張ってるって感じです。おう、うん、なるほど。どうですか、目標ですか、目標。なあ、でも結構 SNS とかでフォロワーをめちゃくちゃ伸ばしたくて、うん、でなんか私もなんか SNS であの憧れの先輩に出会えたから、うん、なんか同じようになんかノアさんに憧れて入りましたっていう子がなんか、うん、できるといいなみたいな感じです。うん、なるほど。今インスタとか、それインスタがメインですか。フォロワーとかどんな感じなんですか。もうまだ2万。すげえ、万なんだ。へえ。それが、でもそれって1年で、だって何万人のフォロワーって普通いないじゃないですか。うん、多分僕なんて多分10人ぐらいしかいない、数十人しかいないと思うんですよ。が、こう一般の人って普通にまあ100、200、300。みたいなもんじゃないですか。が、1年で急に何万っていう人たちにフォローされるようになるわけじゃないですか。やっぱ多分プライベートで飲みに行っても、あ、バーレスクでのダンス、やってる人だって、アーティストみたいな感じの見られ方しますよね。なんかこう、周りの見る目がそういうふうに急にガッて変わるって、なんかもう、もう天狗、もうこの感じか。そんなことないです。どう心境的にはどう変わるのか。やっぱでもね、やっぱ嬉しいものじゃないですか。嬉しいけど、なんだろう、周りの子、やっぱなんだろう、もともと友達の子とかいるけど、うん、なんか、
お仕事の内容がみんなとちょっと違うだけで、うん、だいぶ違いますよ。だいぶ違います、ね、うん、別になんか、ね、もともとの自分と全然変わんないし、ほう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 、そうか。だって当時の自分だったらこの格好で渋谷で歩けないでしょ。その見られ方はすごい気にするようになります。あ、なんかいつどこでなんか、なんていうんですかね、見られてもえなんかちょっと違くないみたいな感じをやっぱり出しちゃいけないな、うん、うん、やっぱ見られてるみたいな意識が、意識は、うん、じゃあもうやってるんじゃないですけど、やってるんじゃないですけど、なんかやっぱり人前に出るお仕事を、うん、そうだ、あ、じゃあ気をつけなきゃいけない。へえ、そうなんだ。じゃあちょっと最後にバーレスクに入って一番怒られたことどういうことで怒られるのかな。一番怒られたこと、私はでも挨拶が終わんないよ。怒られたことあるの？はい、なんで寒っちゃう。なんで回んねえんだよって一番怒られたことですか？何なの？怒られてなさそうだね、のあちゃん。いや、僕のイメージだと、はい、夜の、はい、なんかこうお店、お酒を出すお店とかの世界で、はい、どのジャンルでも、はい、めっちゃ上下関係も厳しいし、はい、スタート始め1年はめっちゃ怒られるっていう、勝手な、なんか体育会系のイメージがあったんですよ。そういうこと、そんな感じでもないですか？そんな感じじゃないですね。なんか、基本的に、例えばキャバクラもうそういうのだいぶなくなってきてるんですけど、水商売の世界って誰かのお客さんとかっていうパターンじゃないですか、うん、まあ、キャバクラもそれあるんですけど、うん、っていうことはその誰かのお客さんって先輩だったりするから、うんうん、まずそこに対して無礼がないようにっていうのは、うんうん、はいはい、コンコンと厳しく教えられるんですよ、はい、バーレスクっていうのはそういう世界じゃない、ほぼほぼそういう世界じゃないんで、バーレスクのファンというかバーレスクに来る人たち、はい、ほんでお客さんが優しいから、うんうん、なんかそこに対してこうコンコンと教えることってまずないんで、うん、だから、まあ、そういう厳しい、いわゆる水商売っぽい厳しさは ないですね、うんうん、まあ、ダンサーとしての厳しさもないですけど、でもそういう意味ではそのいわゆるミュージシャンとかダンスユニットの人たちほどの訓練を経ずして、はい、そういう大きい舞台で踊ったりするわけじゃないですか。そうですね、はい、めっちゃ緊張しません？振り付けとかうる覚えだったりとかすることとかそれはさすがにさすがにそっかそっかそっか、すごいな、まさか渋谷からこの格好で来ていただいたら衝撃ですけど、わかりました。じゃあぜひなんか僕も遊びに行った時はぜひぜひなんかよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.